このところ、本県の新規感染者数が急速に拡大をしています。このまま感染拡大が続き、医療提供体制がひっ迫していくようなことになりますと、再び休業協力など厳しい対応をお願いせざるを得なくなります。今がとても大切な時です。何としてもこれ以上の感染拡大をさせない、一人一人の意識と行動にかかっています。 まず県民の皆様には人にうつさない人からうつされない自分が感染しているかもしれないという意識を常に持ってください外出にあたっては自分の健康状態はもとより目的地の感染状況利用する施設の感染防止対策を確認をしその必要性を判断してください特に最近は接待を伴う飲食店での感染が目立っています 対策を十分に行っていない店の利用は控えてください。そして、外出の際は、マスク、手洗い、人との距離、三密の回避、これを守ってください。次に、事業者の皆様におかれましては、業種別のガイドラインに沿って感染を防止するための対策を、特に接待を伴う飲食店は、より適切な対策を行ってください。 また来店者や来場者にそのことがわかるように表示をしてくださいこのところ感染は20代30代の若い世代が半数を占め無症状の方が多くなっています特に若い世代の人は重症化をしやすい高齢者基礎疾患をお持ちの方そしてようやく学校生活が始まったお子さんたちに感染が広がっていくことがないよう 今申し上げましたことをしっかり守っていただきたいと思いますどうか県民の皆様よろしくお願いを申し上げます